皆さんはじめまして、国立環境研究所気候変動適応センターの阿久津と申します。まず組織名からとっつきにくいぞと思った方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひ3分間だけでもお話を聞いてください。突然ですが、この度私たちは YouTube 上に A プラチューブという番組を作って情報発信をしていくことにしました。というわけで、YouTube デビューとなる今回の動画では、私たちは何者なのか、そして A プラチューブをどんな番組にしていきたいのか、 Q&A 形式で簡単にお話しさせていただきます。そもそも適応センターって何ですか？ですよね。適応センターはどんな組織なのか簡単にお話しします。気候変動適応センターでは、その名の通り、気候変動に適応するための方策について研究と情報発信を行っています。そもそも気候変動とは何だっけっていう方は、後で、こちらの動画を後でご覧ください。気候変動の適用について、誤解を恐れずに、ものすごくざっくり言ってしまうと、今後気温や降水量といった気候条件が世界的に変わる、つまり、気候変動が起きると予測されるので、社会全体としてそれに対応していこうという取り組みのことです。詳しくは、この後のですね、動画にもしていきたいと思ってますので、ご期待ください。我々、適応センターの特徴の一つは、国立の研究所の中にありながら、研究だけでなく気候変動適応に取り組むあらゆる人たちに、科学に基づく情報やノウハウを提供して支援を行うという点です。気候変動や適応って私たちにも関係あるんですか？気候変動というとなんだか難しくて自分の生活とは関わりがないように感じてしまいがちですが、気温や雨、台風が気にならないという方はあまりいないと思います。気候が変われば私たちが知っている日本の気候も変わってしまうので、日本はもちろん地球にいる人全員に身近な問題だと思っています。これまでたくさんの方に向けてあちこちのセミナーに参加したり、ウェブサイトを作ったり、イベントを開催したりして情報提供を行ってきましたが、もっと多くの人に適応について気軽に知ってもらいたいと思っています。そしてこの度 YouTube から情報発信をすることにしました。どんな人たちが番組を作っているんですか？それはですね、こちらが YouTube チームの皆さんです。ここ適応センターのもう一つの特徴は、研究者以外にも様々なバックグラウンドを持った人が集まっていることです。ここを見ている皆さんのほとんども気候変動について何でも研究しているわけではないと思います。このチャンネルではもちろん間違ったことは言わないつもりですが、なるべくいろんな方に分かりやすく身近に思ってもらえるように工夫して情報を発信していきたいと思います。どんな動画を作る予定ですか？今考えている案としては、気候変動適応とは、適応とは何か、どうやって取り組めばいいかということや、全国のいろいろな地域の活動紹介、また、ウェブサイト A プラットの紹介、あとは、よくあるご質問お問い合わせへの回答、あとは〇〇業界の適用といったところです。これらですね、いろいろシリーズ化なんかも考えていきたいと思っています。あとちょっと内容が硬いなと思う方もいらっしゃると思うんですけども、なるべく、分かりやすく、楽しくお伝えしていければと思っていますし、今お話したことに限らない、こう緩い感じの動画もぜひ撮っていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。動画をご覧いただいている皆様からも、ぜひこんな情報を動画にしてほしいといったご意見がありましたら、ぜひこの動画のコメント欄までお寄せいただければと思います。またこのチャンネルの登録もぜひお願いします。それでは今後の動画をお楽しみにしてください。それでは。